JW マリオットパナマは、パナマのパナマシティに造成された70階建てで、床面積250万フィート2の、混合用途の水辺地帯にあるマンションである。高さは284メートルで、超高層ビルの多いパナマシティの建物の中でも、最も高い。建設時には、ラテンアメリカで最も高いビルだったが、2013年に、チリのグラントオレ・サンティアゴに抜かれた。 JW マリオットパナマは何度か名前を変えている。最初ドナルド・トランプが出資してトランプ・オーシャイ・クラブの名で呼ばれた。その後トランプ・オーシャン・クラブ、インターナショナル・ホテル・アンド・タワーと呼ばれたが、2018年3月2にキプロス生まれのギリシア系不動産投資家、オレスティス・フィンディクリスが建物の大部分を買収した後に裁判に訴えて、ホテル名からトランプの名を除き、 バイアグランドパナマと解消した。同年9月にマリオットインターナショナルが介入して、現在の JW マリオットパナマに再び名前を変えた。この計画は、コロンビアの設計会社、アリアスセルナサラビア SA によって設計された。この建物は、太平洋とプンタパシフィカ地域にあるパナマ湾を望む海辺に立地している。この建物は不動産王であるドナルド・トランプが運営する。 トランプオーガナイゼーションとパナマのリゾート造成業者である K グループの社長であるロジャー・ハフィフによって建てられた。この計画には369室のコンドミニアムホテルの部屋と700室のマンションの部屋と1500台分の駐車場と小売店とカジノとビベロス等の指摘に使われるビーチクラブとヨットクラブ、桟橋と健康保養所と 体育館と、線尾楼看板と、会議やイベントのためのスペースと、と、ビジネスセンターとが含まれている。このホテルは2011年7月6日に開業した。2011年9月21日のブルームバーグ法によると、ニューランド、インターナショナルプロパティーズが建設のための財源として、発行した2億2000万ベイドルの社債を、フィッチ・レーティングスが CCSF から、 BSF へ格下げした。フィッチドキュメントによると、アパートの部屋を購入する客の意欲と能力が、継続して不確実であることが原因である。2012年11月、サンインターナショナルが、床面積7万5000フィートにで、600台のスロットマシンと32種類のテーブルゲームがある、カジノを開業させる計画を告知した。 サンインターナショナルはその土地の権利を得るために4550万ベイドルを支払い、カジノを2014年半ばに開業させるためにさらに6000万ベイドルをかけることを計画していた。アラブ首長国連邦のドバイにあるホテルであるブルジュ、アルアラブと似ている度合いが範囲を超えているとして、訴訟手続きが行われた。ありがとうございます。